せと助手のお父さんと今日はなんだべかんだべなんだべかんだべなんだべかんだべほーわー今日は天使だらけのびっくりマンチョコを開封します。どんな天使が出るかな。私のお父さんがどうしても買いたいって言ったので買いました。じゃあ早速1個目開けよう。ビッグリマンチョコは今年で35周年になったそうです。それを記念して今回天使だらけのビッグリマンチョコを発売したそうです。全95種類。当てたいのはロココかヤマトバクシン、こちらの方当てたいですね。では秋先生、開封お願いします。下にいる。今のはヘッドロココが出ました。いいですね、ヘッドロココ。裏はこんな感じです。出たのはセントワイ石若です。7人艇の一人ですね。最後の最終形態っていう風な感じで、これもなかなかレアなやつでいいです。67位って書いてある。そうだね。後ろはこんな感じです。じゃあ3個目は何だっけ。スサノオが出ました。ちょっと馴染みがないカードですね。後でちょっと調べてみます。白はこんな感じです。じゃあ4個目は、ヤマトバンチンが出ました。これもちょっと馴染みがないカードですね。ヤマトバクシンとかの進化系なんでしょうか。白はこんな感じです。じゃあ最後の5個目は、野生オロチが出ました。こちらもちょっと馴染みがないカードになります。後期のカードになるんでしょうか。後ろはこんな感じです。全部見てみるとこんな感じです。今日は天使だらけのビックリマンチョコを紹介しました。いろんなシールが出て面白かったです。みんなも買って食べてみてね。バイバイ。グッドボタン、チャンネル登録お願いします。バイバイ。